はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今日は久々にね、ウイスキーを、新しいね、ウイスキーをね、見かけましたんで、購入しました。はい。こちら、甲州、奈良崎、かな？奈良崎。ちょっと漢字が難しいんで読めなかったんですが、奈良崎。違う、ニラ崎です。ニラサキ、甲州ニラサキゴールドという、アルコール度数37度の、ウイスキー。値段が、798円。近くの、薬局で売ってました。はい。豊かな緑が広がる、八ヶ岳の、ふもと、甲州、ニラサキの地でこだわり抜いた原酒をじっくりと熟成、ブレンドしました。甘い熟成香とまろやかで奥深い味わいをお楽しみください。原材料がモルトとグレーンですね。普通の、一般の、安いウイスキーなんですが、まあ、なんだ、醸造用アルコールとかは使ってないと。で、アルコール度数37度、容量が 700ml。製造者が、株式会社サンフーズ、ニラサキ工場。ね、山梨県の会社です。ということで、飲んでいきましょう。これ見たことない、ね。見たことなかった。どんなもんなのか。まあでも、値段的に言うと、ブラックニッカクリアの100円高いんですよ。ブラックニッカクリアよりも100円高い。値段なんで。まあ、どうか。それでは乾杯。うん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 、薄い。焼酎、香類焼酎みたいな、ウイスキーのね、コクがほとんどないですね。これはダメだな。これだったら、なんだ。うわ。これは美味しくないよ。トリスクラシックの方が全然美味しいわ。値段100円安いし。甲州、ニラサキ、ウイスキー。甲州ゴールド。使用されている樽はバーボン樽のよう。ああ。普段、角瓶を飲まれている方は親しみやすいと思います。追加情報、山梨県の韮崎市のふるさと納税品にも取り上げられています。へえ。まあ、これはまずいな。薄い。なんか、ウイスキーの半分を、ウイスキーと香類焼酎を1対1で割ったような味ですね。まあでも、これはいわゆる、地ウイスキーっていう感じなんだな。ちょっとわからん。まあ、ほんのり甘い。ほんのり甘いっていうか、うん。で、辛さとしては、そんなに辛くはないんだけど、でも飲みやすいっちゃ飲みやすい。まずいっていうよりも、薄すぎてコクがない。
でもまあ飲みやすいといえば飲みやすいですね。まあ、悪い意味で薄い。いい意味でも、いい意味で飲みやすい。うん、まあ、別にまずくはないんだ。別にまずくはないけど、まあ、これ買うんだったら、ブラックニカクリアでもいいし、まあでも、トリスクラシックかな。トリスクラシックが一番ここの価格帯だと一番うまいんで、個人的には。あ、やっぱ地ウイスキーなんだね。これハイボールにしても、どうなんだろうな。薄い。ハイボールにして、ハイボールにしても、薄すぎてほとんど焼酎やで、これ。うん。目つぶって飲んだら多分、焼酎ですね。おそらく。焼酎、あ、焼酎だっていうレベル。うん、焼酎ですね。うん。うん。これはもうコーラで割るか、なんかしないと。まあ、ハイボールでちょっと飲んでみたい。まあ、見てもいいけど。うん、あの最近ね、ちょっと気になる2チャンネルで、のウイスキーのスレであったんですけど、カインズオリジナルウイスキーっていうのが売ってるみたいで、これがなかなか評判がいいらしくてですね、カインズっていう、スーパーかなに売られてるウイスキーのウィズっていう、うん。ものなんですが、こちらが、まあなかなか評判がいいと。まあ安い割にはね。美味しいと書いてるので、まあただカインズっていうところが、カインズってスーパーが、これどこにあるのか。ベイシー店舗がね、あんまりないんですよね。うん。まあ今度見かけたら買いたいと思いますけど。まあ、まあこちら甲州ニラサキゴールドですか。まあでもこの価格帯でいくと、まあ、コクがないのはあるとしても香りもないんですよね。甘みが若干あるんですよ。
甘みが若干ありの香りも全然ない。いう。香りがまるでないっていう。ひどいですね。まあ、これは買う価値はないでしょうね。まあでも、まずくないのが唯一の救いだね。1312です。ご視聴ありがとうございました。